今日の髪型、これはなんか今日ずっと一つに結んでたから髪がボサボサすぎて、下ろしたかったんだけどボサボサだったからさっき慌ててしたなんかさアレンジできてるようでできてるようで、さらに逆にボサボサになっちゃったのかもしれない。アレンジしたはいいもののよく見たらボサボサです。チョコミント、ビルマさん、あ、間に合わんかった、ありがとう。あ、これもあれなんだね、おみくじなんだ。ハズレだって、あら、お疲れさん、めっちゃかわいい、いっぱいありがとう。さやかりんチョコミント好きだよねって、え、私チョコミントそんなかもえ、当たった、どなたか当たった、コーラさん当たりだって、おめでとうございます。当たり、あれ全部読めてるか、アイスいっぱいありがとう。ようちゃんさんもありがとう。なんかここの触覚この前切ってもらったのにまた伸びちゃった、ミニくんありがとう。生きてる証拠だって、ヤマイさんアイスありがとう。バニラストロベリーチョコミント、けんちゃんありがとう。川崎のフェスいるかもしれませんって本当？今日じゃないや、来週じゃないや今週だ、今週の日曜日、スパーク2024出演させていただきます。コーラさんアイスありがとう。ヒューガヒャンさんもありがとう。夏フェス、ツナさんもありがとう。
やかりん何アイスが好きってなん、お、お当たりじゃないのか。マネコ坊主さんありがとう。私が好きなアイスはストロベリーチーズケーキ。サーティワンのストロベリーチーズケーキが昔から好き。あ、チーズケーキじゃなくてその味、あれはうまいです。カズサさんありがとう。食べたことある？なんかストロベリーの中にチーズケーキのかけらが混じっとる。ポッピングシャワーも好き。ホッピングかポッピングかちょっとわからんけど、パチパチするやつ、あれも馬です。あ、ポッピングなんだ。あ、なるほどね。あのホップじゃないんだ。パチパチ、なんかたまに、え、たまになのかな、すごいあのパチパチ増量みたいな時食べて、いつか忘れちゃったけど、めっちゃ美味しかった。パチパチすればするほどいいです。お、当たり。陣来さん、あ、ポップが弾けるなんだ。当たったーって。私さ、ここ何日かめちゃめちゃ寝てた。めっちゃ寝てた。超ロングスリーパーだったかも。なんかもういちいち何時間寝ましたとか数えてないからわかんないけど、え、でもそんなびっくりするほどは寝てない。30時間とかは寝てないです。合間に起きてたけど。私さ、お休みの日あったらさ、なんか予定入れなきゃダメなのかもしれんってちょっと思った。寝よう、なんか用事がなかったらいくらでも寝ちゃうなって思って。ヤマイさんめちゃかわいい、ありがとう。普通に私何のスケジュールもずっとなかったら、夜19時とかに寝て13時に次の日朝起きてみたいな生活になると思う。だから活動時間が6時間ぐらいになりますねって思った。コーラさん80個ありがとう。コーラさん星10個ありがとう。ようちゃんさんアイスありがとう。にゃんかーさん
ありがとう。という感じなんですけど、最高記録、ネタ最高記録は30時間じゃなかった、違ったっけ何時間って言ってたっけ、28時間だったかな。もちきゅうさんありがとう。28か30あるかな。メールの寝顔はガチですかって今日ゼッケン来て寝てる写真送ったんですけど、ガチだと思いますか山猫坊主さん何これ、あ、アイスかアイスか、なんかあれかななんかファミマのチキンかと思ったちょっとね柄が似てました、アイスだった。あ、お疲れさんもファミチキありがとうございます。あの寝顔はね、あ、マイキューさんが撮ってくれた写真です。疲れさんアイスチェックありがとう。ようちゃんさん当たりおめでとうございます。みーくん星10個ありがとう。すごい当たり率、確かにあれかもね、高いのかもしれん。そう、メールで私なんか椅子に座って寝てるみたいなの送ったんですけど、あれは私はガチじゃないですあれね、本当は隣にもう一人いるんですよ、あれを切り取って自分のとこだけ送ったの送そう、本来の形で見てほしかったんだけど、その隣の人はガチで寝てるから、送っていいかなって思って自分のとこだけ送った初めね、そう、隣でゆらちゃんが寝てて、でどういう話の流れだったかな、で私とマイキューさん話してて、で私が隣でゆらちゃん隣で寝たふりしてなんか写真撮ってもらったんよもうどういう流れでだったか忘れちゃったけど、あ、そう、イケちゃん、ゆらぽさん、ちょっとじゃあゆらちゃんに今度許可これ送っていいって聞いて、よかったら送るかもって言って忘れてそうだな、聞いてみるね。いっかおさん当たり、おめでとうございます。当たり当たり、そうだから私はネタ振りじゃなかったんですけど、あ、違う、私はネタ振りだったんですけど、なんか今日おかしい自分の喋りたいこととなんか違う言葉喋っちゃう。
28日にまたさやかりんと握手できると聞いてウキウキしてきたって。そう、28日にね、リリーベの追加開催が決定しました。パチ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 、28日、え、結構多分すぐじゃない？3週間って。7月28日幕張、嬉しい。もうさ、リリーベ全部終わっちゃったと思ってたところに、そう、さっきポストもさせてもらいました。イオンモール幕張新都心、楽しみです。すごい楽しかった。前回この6人のは大阪行かせていただいたので、ミニライブとグループショットと握手会ありますので、初握手ね、ミニライブはなんて言うんだろう、観覧無料言い方合ってるかな、なんて言うんだろう、ミニライブはどなたでも、なんかチケットとかなくやってますので、ぜひ気軽に会いに来てくださったらとてもとても嬉しいです。さやかりん手の感触違くてなんか良かった記憶あるって。初握手、あら、じゃあまた私の手という秘密兵器が秘密兵器を出す時がやってきました。バレちゃうな、私の手の威力が。めっちゃ楽しみ。日曜日初めてお話し会参加して楽しかったですって。ありがとうございます。オンライン、ぜひまた話しましょう。ふふふふふ。話し会完売増えてよかったねって。そう、ありがとうございます、嬉しい。リアルお話し会広島の2日目の4時間目、ありがとうございます、嬉しかった。楽しみ、楽しみましょう。お祭り、
8月カラオケ当たりましたって。そうカラなんかすごいさっきからめっちゃ情報いっぱいいっぱいだけど、カラオケ、その広島のリアルお話し会の2日目にね、お話し会終わった後にカラオケステージがありまして、私は20時15分からアニメ曲のカラオケさせていただきます。すごいなんかいろんな話がさ、話が飛び飛びになってるけどついてきてくださってる？大丈夫かな。え、そうなんか9時、え、そうメンバー抽選みたいな感じで決まったんですけど、これ夏曲か懐かしい曲かアニメ曲かアイドル曲かみたいな。私アニメ曲がいいなって思ってて、アニメ曲になったの希望じゃないんよね。だからハッピー。もう何歌うか決まってるんですかって、何にも決まってない。どんな感じなんやろうね、という感じ。そう嬉しかった。選曲は自分って、え、それも分からんちょっとそれも分かってないんだけど、でもメンバーが後輩ちゃんが多めですね。2期パシェと私だけだわ。わわわわ頑張ります。なん、え、自由だったら何の曲歌おうかな。どういうでもアニメ曲は可愛い曲多いからね。コアなやつ、残酷の天使のテーゼは王道やね。絶対誰か歌いそう。お箱ないのって、お箱はなんかあったな私題名なんだったっけあれ。でもめちゃめちゃアニメ声で歌い出すかもしれないめっちゃアニメ声で歌い出すかもだけど大丈夫かな。じゃあちょっと言わんどこ、それにするかもしれん。自由だったらどういう形式かさあんま分かんないから、一人一曲歌えるのか分かんないけど、あ、そうだこれだこれだうーん、初音ミクとかってボカロはアニメ曲に入るのかな。アイドル誰か歌いそうだね。え、嬉しい、アニメ曲なってめっちゃ盛り上がるやん。お（笑）どうかな。
恋愛サーキュレーションどうかな。コーラさん、タワーありがとうございます。ありがとう、アイスクマタワーありがとうございます。幕張28日、ありがとう、楽しみにしてます。またお礼させてください。ありがとうです。やばい、みんなもう年内にはって言ってる。いやいや、今月中には今月中には、ね、リゼロの曲もういっそコスプレする？一人だけガチすぎる。インスタ用ってことで。何がきっかけでアニメ見出したの？覚えてるのは漫画、小学校、あ、なんかその小さい頃から見てるアニメとかを除いては小学1年生かな、幼稚園かな、忘れちゃったけど、図書館、地域の図書館みたいなところでコナンを読み始めたのがきっかけかも。それで全巻集め出して、でその次ワンピースに移行してワンピースの全巻集めた。スタートはコナンかも。いや、ドラえもんかもしれん。漫画どっちが先だったんだろう。図書館で読んでた。なんかの話しようと思ったけど忘れちゃった。何だったっけ、何だったっけ。
した予防接種なの。応援してます。TGC、 そう、愛媛のTGC 出演させていただきます。あ、なんか動画、みんなで動画撮ったんですけど、あれなんかなんかあれ動画上で見たらなんかど真ん中にいて、そう、別にあれは何の意図もないです何の意図もない並び方です、あれは。はい、あの話すお二人が前にいた方がいいねっていうあれで、先輩方が前にいらして、あとはなんかその場にいた並びみたいな感じでしたそう、何の伏線でもないです。そうだから、あれもちょっとさっきポストリポストとかしてたんだけど、なんかおおって思ってあれ、そう、ちょっとリポストしてなかった、まだ。あれは偶然ですフフ、出演させていただきます。初めてなので頑張ってきます。明日はリハーサルがあります。何の話だったかな。日曜日のスパーク楽しみ。スパークも初めて出演させていただきます。絶対熱い。来てくださる方も熱中症気をつけて、水分と塩分取っていきましょう。私の過去一汗をかいてる姿が見えるかもしれません。野外フェスって出たことあるっけ。なくはないのかな。いや、全然あるのかな汗かくタイプ。大阪ってあれ？あの前、あ、去年の大阪、ミニチカッパ、ミニチカッパ祭か。もう野外だった。懐かしい。楽しかった思い出。屋根はあった。え、次って屋根はないのか。なんか今何、ストロベリコみたいなのがえ、バニすごい、なんて、あ、チョコミンコは普通だった。チョコミンコだけ普通なんだ。あ、ストロベリミネ
そういうことね。ごめん、ちょっと面白かった。バニーラーニャってどういうこと？まだストロベリーにわかるじゃん。え、チョコミンコはわかる。なるほどねって感じで。バニー、いや、ストロベリーもなかなか面白いな。でもバニー、なんだったっけ、バニーニャ、バニーラーニャ、バニーラーニャってどっから確かに、だってバニラでなんか名前作ってって言われたら難しいもんね。バニラエッセンス、バニラ、うん、確かに何にも出てこんもん。バニーラン、なるほど、いろいろ考えられた上でのバニラーニャなんでしょうね。バニラっ子、バニラも。そう、明日の、あ、めっちゃ話が戻るんですけど広島のね、11日の4時間目も完売出したいですねって。そう、明日の13時まで受付中なので、ぜひぜひ一緒に夏を楽しんでくださると嬉しいです。11日の4時間目おすすめだぜ。しんたんたんさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。ございます。配信中のポストしようかなって思ったらもう55分だって。金曜日がやってきます。嬉しい。お待ちしてます。楽しみ楽しみ。ちょっとここの毛を次見た時は薄くなっとるかもしれん。そう、前髪もこれだいぶ長いので短くなっとるかもしれん。しも髪の毛も短くなっとるかもしれん。それは嘘かも。もう近いうちちょっと切りたい思いはある。明日はできたらしようかな配信できたらしようかなって。それはそうか。できるんじゃないかな。
あと2分。こんばんは。ロングスリープはもう強制的にできないので安心してください。強制的にできない。誕生よも、のんびりしてた。誕生日ます。13位もちきゅうさん、12位ひゅうがひょんさん、11位いっこうさん、10位みーくん、9位やまいさん、8位やんかーさん、7位かずさん、やかりん楽しい、6位ちくわドーナツさん、5位かずささん、4位やまねこ坊主さん、3位ようちゃんさん、2位コーラさん、そして1位お疲れさんです。ありがとうございました。ありがとう。そして明日記事の方はマイアッキーさんです。おめでとうございます。皆さんじゃあ今日も乗り越えれてよく頑張りました。明日もね、無理せずやっていきましょう。それじゃあゆっくり休んでください。バイバーイ。お腹が鳴った。お腹鳴ったの聞こえたかも。